どうだろう、つけて2日目ですね。こんにちは、今日は、ぬか床を作っていこうと思います。ぬか漬けはね、結構塩分が多いんで敬遠されがちなんですけども、塩分を調整するカリウムが同時に入ってるんで、まあまあ行ってこいみたいな感じですね。また血管とか肝臓とかコレステロールや脂肪が蓄積しないように、流れを良くして、動脈硬化なんかを抑える、効果もあります。で、まあ乳酸菌の発酵なんで、腸内環境なんかも整えて非常に健康にいいです。特に女性におすすめです。はい、材料です。入りぬかでも生ぬかでもいいんですけど、今回自分は入りぬかを買ったつもりだったんですけど、なんかぬか漬けの素ってやつで、入りぬかに、塩と、唐辛子がもう事前に入ってるやつでした。なんで、入りぬかや生ぬかを購入した方は塩約 15% でやってください。あと唐辛子は刻んだものでも、1本ものでもいいですけど、1本ものだったら、まあ、大体1キロぐらいあったら2本ぐらいあるといいと思います。それから、庭で採った山椒の実、昆布、干し椎茸、捨て野菜で、これが、水なんですけど、まあ大体同量くらいですね。同量くらいの水なんですけど、もし水道水を使う場合はカルキなんかが発酵っていうか菌を殺してしまうんで、一度沸騰させてから使ってください。はい、じゃあ作っていきます。でさっきも言ったんですけど、これ塩と、唐辛子が混ざったもうぬかなんで、水だけ混ぜていくんですけども、実際入りぬかでやる方はこれ水にあらかじめ沸騰させる時なんかに塩を混ぜて塩水にしといてからやってください。でよくレシピとかだと生ぬかとか書いてあるんですけど、まあ、生ぬかって多分ほとんど手に入らないと思うんですよね。で手に入れるときは米屋さんとかそういったところで新鮮なものを仕入れてくださいね。ぬかは生ぬかだとやっぱりね、2日か3日ぐらいでもうやった方がいいんで、市場にはそう出回るもんじゃないんですよね。なのでまあ普通は、スーパーとかに売られてるのは入りぬかになると思います。ぬか漬けって意外となんかきゅうりとか人参とかのイメージしかないと思うんですけど、なんだろう、何でもいけますよ。自分なんかはイノシシとか、魚とかも結構つけたりします。ただ注意したいのが、そういった癖があるもんとか肉とか魚類をつけるときは別の袋とかに入れて野菜とは一緒にしないようにしますね。野菜だとセロリとかも結構美味しいし、あとはジャガイモなんか生で入れても美味しいです。で、初めに作るときはなるべくあんまり水っぽくしないで、捨て野菜つけると結構水が出てくるんで、ですんでやや固めぐらいがいいと思います。で自分はこうプラスチックのタッパー使ってるんですけど、本当は陶器とかでやった方が、仕上がりがいいですね。
ていうのはやっぱり陶器とかの方が温度変化があまりしないんで、陶器って熱いんで、なので陶器とかの方が発酵するやつって陶器の方が合うと思いますね。ただ自分の場合は冷蔵庫に出し入れしたりするんで、タッパーにしてしまってます。そっちの方が利便性がいいです。で野菜をミルフィーユ状にしてきます。あ、忘れてた。山椒の実、椎茸も入れてますね。山椒の実は取り出さなくていいんですけども、それ以外のものは取り出して食べてきますね。よいしょ。であんまり空気が入らないようにギュッギュッってやってきます。乳酸菌は空気嫌うんで、空気があまり入らないようにします。で酵母菌とか他の なんとか菌ってあるんですけど、空気が好きな菌と嫌いな菌がいるんで、それのバランスを保つためにやっぱ毎日かき混ぜていきます。ナスの下手。だいたい今6月の今頭なんですけど、だいたい2週間くらいで考えてます。まあ夏場とかだったら1週間から10日くらいでいけると思うんですけど、冬場だとだいたい1ヶ月くらい見てぬか床を作ってください。でもまあ捨て野菜って言っても、まあ、別に食べれないわけじゃなくて、ただの塩漬けっぽくなっちゃうんで、全然食べたり刻んだものを例えば炒め物に入れたりして OK です。で最後周りを拭いてあげて、1日1回かけ混ぜます。漬けて2日目ですね。ズッキーニいい感じ。自分は結構2日くらい漬けるちょっと古漬けになった方が好きで、1日で食べるより大体2日目くらいで食べることが多いですね。そっちの方が酸味があって味もしっかりしてて美味しいですね。穴の中まで入っちゃってるね。レンコンだらけ。無理。いい感じ。